はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです。今回はオベイミー抜き打ちテスト仮面狂わすハロウィンナイトということで、こちらハロウィンのイベントになるのかな。はい、ということでね、こちらのイベントがですね、なかなか盛り上がっておりまして、僕結構もう多分2日目ぐらいにはストーリー全部開けるんですけども、だいたいその時で、順位が、ポイントの順位が4桁なんですよ、何千何位って。ただ今回のイベントに関しては、5桁順位でございました。ということで、皆様がユーザーさんがポイントを切磋琢磨して集めておるということで、なかなか盛り上がっているんではないでしょうか。はい、じゃあ1の1やっていこうと思います。楽しみでございますね。ハロウィン仮面の君は、やっぱり海外の方はハロウィンの盛り上がりでかいと思うので、最近では日本もね、はい、結構ね盛り上がってるようには思いますけども。おら邪魔だ邪魔、木材通るからぶつかりたくないやつはどけ。あ、みんなでハロウィンのイベントに向けて準備しているのかな。お、マモン、ちょうどいいところに。あのさ、衣装のことなんだけど。お、やっぱ衣装担当はレビアタンなんですねこんな階段で話すんだなんかもっとね部屋とかで。ペトロ見っけ、みんなの進捗確認中、実行委員って大変だね。明日もサボるんじゃない、そんなんじゃハロウィン当日に間に合わないぞ。はい、私は実行委員の中でみんなの進捗を管理しているっていうことね。あー、やだやだ、ルシファー並みに口うるさいんだから。ペトロ、また後でね。もぐもぐ、うんうん、うまい。ベルゼブブは何をしているの、準備しなくていいの。それもしかしてハロウィンのお菓子食べてるとかじゃないよね。早いよベール、食べてないで機材運んでよ。僕も眠いの我慢してるんだから。あ、機材を運んだりしていると。ベルフギョールもね、いつも眠たい眠たい言ってるのに頑張っておる。あ、わかったベルフェの言うことは素直に聞くと。かわいいな。今のところは順調に準備が進んでいるようだな。うわー、びっくりしたみんな真面目に作業してる。はい、みんな真面目に作業してるよ、ルシファー、安心して。私が何だって管理してるんだから。真面目とは言い難いが、いつもの騒ぎ用に比べたら真面目な方か。はい、やっぱね、目の前の楽しみをね控えていたらみんな頑張るんでしょうね。それにしてもラッドでハロウィン in お化け屋敷なんてイベントをすることになるとは。ハロウィン in お化け屋敷、お化け屋敷楽しみ。頭が痛いね頭が痛いね実行委員のね、始終管理組は頭痛いね。そういうことだ。せめてお化け屋敷を作る担当が弟たちでなければまだマシだったんだが。あー、お化け屋敷を作っとるのね、みんな。俺は実行委員の仕事に戻る。お前は引き続きあいつらのサポートや進捗確認を頼む。はい、サポートに回らせていただきますよと。あいつらが少しでもおかしな行動していたらすぐに報告しろ。わかったな。はい、おかしな行動するに決まってるじゃないですかあの兄弟たちがですよ。しかもイベントなんで何かが起こらないわけないじゃないですか。長兄甘いな一野さん、はい、ペトロ、いいところに来たな。どうだ、俺とレビのお化け屋敷は。おお、生前殺人鬼だったお化けが現れる街ってテーマで作ってんだ。そんな大規模な感じで作ってるの、街ごと。まるで本物の街の中にいるみたいじゃない。君たち2人で作ったの、すごいね。プロジェクションマッピングなんだけど、我ながら行き先。あ、これが僕、これ僕がプログラミングしたんだ。プロジェクションマッピングしてるんだ。ということは、まあ一応この背景に映ってる家々は、まあ映像っていう感じで、はい、見た方がいいのかな。本来はね、背景なんだろうけど。これプロジェクションマッピング、すごい。すごいね、そんな技術も持ってるんだねまあこのぐらい僕にかかれば楽勝だよね。もうね、就職困らないんじゃない、その系統のウェブ業界。徹夜してなんとか仕上げたくせによく言うぜ。徹夜でできるだけでもすごいよ。超こういうのはさらっとできました感出すのがかっこいいんだって言ってね、あのレビがね、ゲームも我慢して頑張って作ったんだね、偉いぞ。そうそう、衣装にもかなりこだわってるんだ。しかも衣装も進みを通る、できる子。こっちは当日に見せるから楽しみにしててよ。はい、さあ、でも当日に見せるって言ったってね、寸法とかちゃんと測っとかないと大丈夫。お前絶対にビビんぞ。ママの方がビビるのくせに、もう十分ビビってる煽っときましょう、にゃにょーって言わせましょう。 は俺がいつビビったんだよ。何時何分何秒だよ、言ってみろこら小学生みたいな煽りでかわしてくる。うわー、切れ方きつすぎ。そういえば進捗確認だったよな、だったよな、だったよねじゃないんでね。僕たちの方は順調だから安心していいよ。はーい、まあこの2人は大丈夫か、この2人は大丈夫かマモンがちょっと心配なんだけど、まあ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 、やっぱり目の前の楽しいことを控えてたらっていう怖いBGM と背景が合っていない。見ての通り俺たちのお化け屋敷も順調。あ、それぞれがお化け屋敷作ってるの。そんないっぱいあるんだね。実行委員って大変そうだね。なんかもうメインがハロウィンよりお化け屋敷になってるけども。実行委員って大変そうだね。僕らと一緒にお化け屋敷を作る側だったらよかったのに。
俺たちもお化け屋敷や病院がテーマなんだ。衣装は看護師と医者にする予定だ。おお、みんなのその衣装見たいね。盛大にネタバレしてどうぞ。そうだね。さっきの二人はね、ちょっとお楽しみですよって言ってたのに、医者がベルゼブブで、看護師がベルフェゴールかな。反対でも面白いけどね。ごついナースだなって。聞かなかったことにする。今から楽しみ。聞かなかったことにする。何の話してたっけ。そうしてくれ。そして本番では思い切り驚いてくれ。難しい課題を出されたぞ。純粋無垢な目で。無理があると思うけど、そうだよね。一回見てるんだよな。そうだピエトロ、少し相談に乗ってもらいたい。お、どうした。お化け屋敷を作るのはともかく、お化け役もしなきゃならないだろ。それは二人がするんじゃないの。 うまくできるか心配なんだ。人を驚かすのはあんまり得意じゃないから。あ、そういうことね。でもブブはね、なんか後ろから体が大きいから、いきなりねヒュッて後ろに現れたらすごいドッキリすると思うけど、目の前でもそうだけど、そこは心を鬼にして、いつものベールでいいよ。いつものベールでいいよって言ったら、ピエトロは俺を何だと思ってるんだって言われそう。そこは心を鬼にして。心を鬼にか。悪魔が心を鬼にするってちょっと面白いね。悪魔と鬼の欲張りセット。大丈夫だよベール、僕がフォローするから。ありがとうベルヘ、ここも問題なさそうですね。それにしても忙しくてなかなかあんたと一緒に過ごせないね。終わったら3人でうまいものを食いに行こう。約束と。おお、ちゃんと終わった後の約束もできる子たち。ってことはサタンと、アスモで組んでるのかな。1-6。まあしっかり者のサタンがいるから。おお、和風だ。見よう、この背景僕は見たことないんで。イベントでもしかして過去に使われているのであれば、多分まあ見てる人はいるとは思うんですけど、和風に障子があって、掛け軸があって、左下はちょっとお宝だね。大丈夫それ、マモに取られない。ピエトロ待ってたよ、そろそろ来る頃だと思ってたんだ。どうも。進捗確認だろ、かなり進んだから見ていってくれね。えすごい雰囲気あるよ。僕たちのお化け屋敷はワホラーがテーマなんだ。灯籠夜行っぽい要素を取り入れた美と恐怖、面白そうでしょ。アスモらしくていいね。美と恐怖ってアスモらしくていいね。美と恐怖、見て楽しむ、驚いて楽しむってことなのかな。気になるでしょ、衣装にこだわりがあるんだ。あ、なるほど。ネタバレしないで。2回も驚くことに なるから。当日はすっごく綺麗な衣装で、ピエトロやみんなのことを虜にするからね。お、ネタバレはしなかった。俺の衣装はアスモの独断で勝手に決まってた。もう出来上がってたみたいに。美しいお化け楽しみにしてる。サタンは猫のお化け、化け猫ですか。いや違う、結婚式当日に亡くなった花婿のお化けという設定だ。花婿のお化けというか、猫のお化けって発想はなかったな。実在しているなら会ってみたい。花婿をサタンがするってことは、花嫁をアスモがするってことか。猫のお化けって発想はなかったな。猫なら何でもいいのかな。サタン、ペトロを美しくも恐ろしい世界に案内してあげるから期待しててね。はい、三者三様ですごく楽しみでございますね。プロジェクションマッピングして、街ごとのホラーと病院がテーマと、ワホラーがテーマの、はい、すごく楽しみでございます。おお、結構お話あるね。さあ、そしてみんなの進捗を確認した私は、ルシファーに報告をしに行きますと。戻ったか、あいつらの様子はどうだった。まあ結構ね、みんな頑張ってましたよ。何か企んでるかも。いや、みんな頑張ってました。ここはね、普通に。そうか、そうか、あいつらなら何かしでかすと思っていたんだが、俺の考えすぎだったか。いや、考えすぎじゃないんですよ、これはイベントなんで。世話をかけたな、だがお前に任せて正解だった。えへへ、褒めて褒めて。ああ悪いが、そこのファイルを取ってくれ。自分で取れ。どうして。ディアボレやシミオンたちが当日の誘導係や警備の配置に関して適切な場所をまとめてくれたんだ。さすが。これを見つつ、配置図の作成や当日のタイムスケジュールを考えていきたい。手伝ってくれ。はい、大事ですね。ね、誘導とかもねしないといけないし、俺があまり動けない分お前に負担をかけてしまっているが、ペイトルが実行員で助かってる。それほどでもお前じゃないと弟たちのことも安心して任せられないしね。まあそうだね、僕しか命令できないし、他の人がいきなり実行員になったとしても多分誰もね、はい、命令とか聞かないでしょうし、照れるな。でしょうとも。この主人公って言い回し好きなんだよな、うん、調子に乗るな。だが助かっているのは事実だ。お前も困ったことや手伝ってほしいことがあれば何でも言え。はい、また困った時に言います。本番まであまり時間はないが、実行員として互いに頑張ろう。ルシファーとは、実行員っていう中で、はい、物語を進めていくと。どうなんだろう、ルシファーとはこうやって2人きりになる場面あるけども、他の兄弟たちとは3人ね、3人になっちゃうけども、ココとの一応、おー BGM がでかい。
これハロウィンの音楽かな、専用のちょっと大きいね。ついに来たぜハロウィン、なんとか本番に間に合った、思いっきり楽しもうね、イエーイ雨を外して続けないようにねもうねここはノリノリに行きましょう、イエーイウエーイパリピ組が出た出た、パリピ特有の掛け声、ボル僕パリピアレルギーだからやめてどんなアレルギー。おい、ドアの前に箱が置いてあったんだが誰か心当たりはあるか。なんかいきなり問題が降ってきましたぞ。箱中身はなんだ、仮面が7つ入っているな、をみんなでつけましょうと。手紙も入ってる、君たち兄弟にはこれディアボロだね、君たち兄弟には仮面をつけて今宵のハロウィンはもっと盛り上げてもらいたいだって。でもみんな衣装を着てるんじゃないの、不気味な仮面だな。仮面をつけたお化けもいいと思う、7つだけ私の分は。ペートロも仮面したかったの、それはねみんなするなら私もしたい、僕のペートロにあげてもいいけど、ペートロの顔が仮面で隠れるのはちょっと嫌かな私の顔をずっと見ておきたいってことね、はい、もう好きなだけ夜見せてあげるから。また殿下の突拍子もない思いつきかな分かってる、これもどうせ殿下なんだろうなという。もう時間もないし早く着替えに行こうよ、だな、じゃあ仮面もらってくよ。みんなの仮面姿も見れるのかな、いよいよか、無事に終わってくれるといいが。はい、みんなのね、はい、ディアボロ様にね面目丸つぶれしないように。1の12、やあ絶対やあなんだよな、やあピエトロ、みんなに楽しんでもらえるよう実行委員としてお互い頑張ろうというプレッシャーを与えられました。ピエトロは見回り担当でしたね、私たちは来客の誘導を行っておりますので何かあれば声をかけてくださいすごいね、上層部のねもう一番上の人たちもちゃんと現場に出て働くという、うん、学園外からもお客がやってくるからね、念のため気をつけた方がいい。悪魔以外ってこと、大丈夫、私食べられたりしない、その時はみんなを呼びに行く、帰り討ちにしてみせる私の力とくと見ようと、かっこいいな憧れちゃうルーク、けど無茶は良くないからな、危険だと思ったらちゃんと言うんだぞ。ルークと一緒に回りたいんだけど、ルークと一緒に回って全てのお化け屋敷でびっくりするルーク見たいんだけど。とはいえペトロはルシファーと2人で見回りの予定だろ、なら安心だ最強じゃん、最強の音も来た、うん、しかしその肝心のルシファーが見当たりません。おっとサボってるのかな、着替えにしては時間がかかりすぎではないでしょうか。ねえこの箱は何、手紙が添えられているね、お、ディアボロじゃないのかなと見せかけてのディアボロかな、どうなんだろう。君たち兄弟には仮面をつけて今宵のハロウィンをもっと盛り上げてもらいたいだって。へえ面白いな、差出人は一体誰だろう、ディアボロじゃないの、またまたとぼけちゃってここはちょっとディアボロじゃないのっていうリアクションでお届けしましょう。いや私そんな、まさか私じゃないよ、はい言ったね、信じるからね。シミオンその箱ちょっと貸してくれないか、いいよはいどうぞ。やっぱりかすかに呪いの痕跡が残ってる、じゃあディアボロじゃないのか大丈夫それ、外せない仮面とかじゃないのそれ、呪い、仮面に何らかの呪いがかかってるんじゃないか絶対外せない系じゃん、それか性格にじ曲げられる系のやつ、なああいつらの様子見に行った方が良くないか、みんなで見に行こう、そうだね、どういった呪いなのか確認しないと、ワク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 、ルシファー以外の兄弟たちはすでにそれぞれのお化け屋敷にいるはずだね、念のためお化け屋敷には誰も入らないようバルバトスと共にみんなに伝えてくる、ペトロたちは呪いの確認を頼んだよ、お化け屋敷にはメインじゃないの、メインいきなり封鎖するの大丈夫かな。ということで1の14、おお話長、楽しめますね、僕の喉が持つかな、うーなんだかいつもより暗くてどんよりしてない、ここはいつもと変わらんが、そういつもと変わらないと思うけど、だよねそのもちょっと当てられてるのかな、空気感に怖いっていう気持ちがそう見せてるのかもしれないね、わー楽しみ、ルーク楽しみ、確かにいつもより暗い気がする、シミオの言う通り確かにいつもより暗い気がするって言ってルークをちょっと驚かせましょうか、だよなよかったピエトロも同じでねシミオとソロモンは怖くない、ルーク怖いなら後ろに隠れてていいよ、ルーク怖いなら私の後ろに隠れてていいよって言いながら、な僕だって男の子なんだぞって言いながら私を守るナイトの役目を務めると、そこまで怖くないしちょっと怖い気がするってだけだから大丈夫、可愛いな、お手手小さいな、お手手小さいルーク可愛い、ここから一番近いのはマモンとレビアタンの担当してるお化け屋敷だね、みんなで行くんだね、行ってみよう、楽しめそう、みんなのリアクションも見れるという、
いいねいいね、はい、もう兄弟たちには踊ってもらいましょう、私たちの楽しみのために。ああ、 BGM 大きい、注意です。すごいね、本物の街みたいだ。プロジェクションマッピングか、少し魔法もかかってるがすごい完成度だそうだね、最初から魔法でね見せれるなら見せたらいいのに、やっぱりちょっとそこはこだわってるのかな。本当にお化けが出てきそう。さあみんなの衣装を見ましょう。おいお、マモンいいねそれ見ましょう。で、はい、とおー、すごいセクシー、胸元開いてるのセクシーだし、爪のねネイルもセクシー。うわー出た仮面が、それかわいいね。ルークどこ行くの？俺はルークを追いかけるから、あとは任せて。わわわわわーって逃げ出したのか。大丈夫ルーク、マモン何逃がしてんのさ。レビアタンかっこいい、強そう。何これ敵じゃん、敵のなんかあれじゃん、四天王の一人みたいな立ち位置のやつじゃん、強そう。何これ持ってんの、剣かな銃かな、なんか取ってあるから銃をモチーフにしてるのかな。レビアタンがするってことはなんかのねキャラなのかな、好きな作品のキャラかな。めちゃめちゃ強そう。別にいいだろ、ペトロちゃんといるんだからよ。それもそっか、血の香り漂う僕らの街へようこそ、二人とも歓迎するよ、フフフフ。お化け役っぽい、いつもと雰囲気違くない、お化け役っぽい。ってことは今ここにいるのは僕とソロモンとレビアタンとマモンね。血の香りっていいと思わない、気分が高揚するよね。え、それ本物なの？確かにお化け役らしい雰囲気だが様子がおかしくないか。お、呪いかな。せっかく来たんだからゆっくりしていけよ、骨になるまでな。あ、本当にその殺人鬼のなんか魂がちょっと入ってるみたいな。骨になるまでゆっくりしたい骨になるまで、安心しろよ、骨だけになってもちゃんと愛してやるからよすごい歪んだ性癖を持っておる。おかしな言動はともかく、あのママが愛してやるなんて素直に言うのはどう考えても変だ。はい、ツンデレがツンデレしていないということですね。やっぱり2人がつけているあの仮面が原因か。はい、仮面のせいでちょっと性格が歪んでいるようです。詳しくは性癖が歪んでいるようですの方が合ってるかな。あ、急に音楽か。あっちにいい感じの暗い路地があるんだ、行ってみようぜピエトロいい感じの暗い路地に連れてかれようとしている。どうなんだろう、なんかそういうエチチな方だったらまだいいけど、普通に殺されそうなんだから嫌なんだが、うん、そんなことより僕の自慢のナイフを見て、よーく磨いてるからすごく綺麗なんだよよーく見た瞬間に喉元切り裂かれそうなやつ。暗い路地気になる、綺麗なナイフだねどっちか、どっちにしても死亡フラグ立ってるんだけど。暗い路地気になる、綺麗なナイフだね、この場を離れたくないということで、いつナイフの出番が来てもいいようにしっかり手入れしてるからね、ふふ見せて見せて、わーすごい綺麗だね、でいいって今のうちに刺した方がよくない。私もサイコパスだった。もっと近くで画面を確認したいが、今彼らに近づくのは独作じゃないな。もうお化け屋敷は入るっていう点なのかな。何ごちゃごちゃ話してんだよ、僕らと特別なハロウィンを過ごすために来たんでしょ。ペトロ、耳を貸しちゃダメだ。お、他の兄弟の様子も確認したいし、一旦ここから離れようなんか殺人鬼の7人兄弟みたいになってるから、6人か。でもルシファーもいないもんね、仮面つけたからちょっとね取り込まれちゃったのかな。ペトロほら早くこっちに来なよ病んでる、さよならさよなら、あ、ちょ待てって言われそう、逃げたかちち言うてますけども、レビアタンがチー打てますけども、いやベルゼブブ、ベルフゴールいるかいね、もしもね、でもディアボロに危害を具合ようなら横の執事が黙ってないよ。おピエトロやっと来たか怖いんだけど超強そうなんだけど、なんだろう、もうだいぶ血の量が違うんだけど、あーでも胸元のポケットのキャンディーが可愛いなちゃんと名札までついてる、なんて書いてるんだろう、ベルゼブブって書いてるんかな、すごいねこのお医者さん、あ、ナースじゃなくてお医者の方やっぱり、ブブがやったんだね、すごいなんかもう手術しましょうね言うて全部なんか首の骨折りそう、手で武器使わなさそう、おっと来た、2人並んで可愛い可愛い、この2人並んでるの可愛い、あーなんかおしゃれだね、なんかおしゃれな衣装だね、骨をね胸、お腹側に胸元かに設定してあって、それは何、注射か、お注射しましょうねを胸ポケットでやってるのか、すごく落ちそうな位置にあるけども、細いね、でも脱いだらすごいもんね、面白い。
セクシーな仮面つけてるね。なんか独特な仮面だな全部。待ってたよずっと、うん、様子がおかしいかどうか判断しにくいですね。ね、お化け役になりきってるかもしれないしね。ペトロ、彼らに何か話しかけてみてくれ。はい、アピールしてください。ベール、お菓子いる？ベルフェ、うざ枕しようか？膝枕しようか？なんかお菓子、ベールはお菓子好きだからこのね、問答でいいけど、ベルフェは膝枕が好きみたいになっちゃってるけど、寝るのが好きとかじゃなくて。ベール、お菓子いる？いらない。お菓子じゃ俺の腹は満たされないからな。わーっと、おかしい。おかしいよ。俺の空腹はペトロで満たしてほしい。バルバタス、気づいたね。私も気づきました。ええ、はい、やはりあの仮面には呪いがかかっているようです。もう 100% おかしいことに気づけるね。質問の方を選べてよかった。どんな呪い？みんなを助けないと。どんな呪いなんだろう。まあ、ではどういった呪いかまでは分かりません。私に満たして欲しがってるけども、みんな今後の対応を話し合う必要があるな。2人ともここはひとまず引くとしよう。ピエトロを連れていくの？許せない。怖い。返せ、俺たちのピエトロだ。みんなが病んでる。ペトロ、振り返ってはいけません。そのまま走ってください。え、まさかバルバタスが？バルバタス。ここは私が。殿下、急いで逃げてください。かっこいいバルバタス。ここまで来れば大丈夫だね。ソロモンたちに連絡して合流しよう。ソロモン大丈夫かな？坊ちゃんはピエトロの姿が見当たりません。私がいない。なんで私がいないの？なんだって途中ではぐれてしまったのか。ちゃんと見ててよ。私は周囲を探してくる。ソロモンたちの連絡は任せた。承知しました。ペトロにも連絡をしてみます。私どこ？あ、迷い込んでる。あれ、誰かと思ったらピエトロじゃない。わー、お供がいない。口紅ついてる。セクシー。わー、なんかいつもよりあでやかね。なんか仕草と言いますか。ふふふ。これか。花婿。花婿の格好もなんかおしゃんだな。花嫁と花婿で合ってるこれ。なんか、あー、ちゃんと尻尾ついてる猫の。尻尾で染み殺したみたいに血出てますけども。はい。あー、ごめんなさい、見るの見てなかった。来るのが遅いから探しに行こうかと話していたところだったな。ペトロが来てくれてよかった。僕、君にはあまりひどいことをしたくないからな。はい、絶対絶対だね。二人はいつも通り。二人とも目を覚まして。二人はいつも通り。はい、まず一回ね、そういう言い方してちょっとおかしいところを見せましょう。変なこと聞くね。どこからどう見てもいつもの綺麗な僕たちでしょ。ねえピートロ、今日の僕も綺麗でしょ。今んとこ普通。いや、いや、俺の方が魅力的だよな。いや、でもサタンが勝ろうとしてくる。さよなら、アスマが来て、サタンが魅力的。さよなら。まあ一応逃げましょう。ああ、逃げられちゃった。あまり変化はないけどね。俺から逃げるなんて許せない。追いかけよう。はい、ここでちょっとおかしいなって思うけど、アスモ単体ならまだワンチャンありえるぞっていうくらい。 1-25。 さあ、みんなと合流したいね。ピエトロ、ここにいたのか。ソロモン、違う、ルシファーだ。俺と見回りのはずなのに今までどこで油を売っていたんだ。あー、この人もいた。いや、なんかルシファーの髪が一番怖い。ルシファーいつも通り？先に見回りをしてた。ルシファーいつも通り？何の話だ。見ての通り何もおかしなところはない。ルシファーも怖いな。おかしいんだろうな。この仮面が一番怖くないですか、このまあなんかノーマルな感じが。ふっ、ははは、いや、そうでもないか。確かにいつも通りではないかもしれないな。はい、 BGM が途切れました。うずくんだ、体中が。お前の魂がすぐそこにあるせいか。おかしい。おー、なんか違う。お前の魂は俺のものだ。他の誰にも渡すものか。やっぱり私を求めるんだね、みんな。さあ、お前の魂を俺によこせ。ちょっと用事思い出した。ルシファーなら喜んで。しっかりしろ。私、下を選んでみたいけども。ここは逃げないと。逃げたか。無駄なことをすぐに捕まえてやる。やっぱみんなあの仮面つけておかしくなっちゃった。ピエトロ、ご無事でしたか。よかったです。追われてるみたいだな。どこかに一旦隠れよう。ルークとシメオは大丈夫？はい、ということで目まぐるしく展開が過ぎていきますけども、7人兄弟が亀のせいでおかしくなりまして、私はソロモンとディアボロとバルバタスと合流して、うん、シメオと、ルークはわからないと。なんとか逃げ切れたね。どうしちゃったんだよあいつら。お、合流できた。仮面が原因っていうのはわかるけど、呪いの正体が一向につかめないな。
あのルシファーでさえ抗えない強力な呪いだってことは間違いないんだけど、そうだね、最近本編のレッスン34ぐらいかな、バングルの方でね、ルシファーつけられてもね、斧が力で粉砕できたのに、ちょっとあの仮面は無理なんだね。呪いに気づかずお化け屋敷にお客さんを入れてたら大変なことになってたかもしれないね。ねえ、みんなの魂を借り放題ってことか。もしかすると仮面を送ってきた犯人はそれが狙いなのかもしれない。なるほど、やってきた客人たちに危害を加えラットの評判を落とす可能性としては十分あり得るね。ということは間違いなくディアボロじゃないってことね。犯人に心当たりは？はい、イベント限定の犯人なのか。犯人を絞り込むには情報が少なすぎますね、うん、事態の収束が長引けばお化け屋敷を中止にせざるを得ません。それは阻止しなくては。ねえ、メインだもんね。あのね、6人がね、お化け屋敷でお化け役やっておりますよっていうだけでね、みんな人がわんさか来るはずなのに、あいつらの呪いを解くにはどうすればいいんだ、うん、時間もないことを考えると呪いを発しているものを引き離すのが一番手っ取り早いだろうな。はい、ということは仮面か。つまりどうにかしてあの仮面を彼らから引き離すんだ。私の命令じゃ無理なのかな。私の命令では外せられないのかな。呪いの方が勝っちゃうのかな。ということで、仮面ですね。何だったっけ名前。呪われた仮面。違うな。なんとか仮面狂わすハロウィンナイトか。はい、だったと思います。ということで、はい、皆さんが、7人兄弟が、仮面のせいで呪いがかかってしまって、はい、ドギマギしておりますということで、みんながヤンデレになってしまったという感じの、ストーリーでございましたね。はい、で今後の展開としては仮面を引き離すためにみんなでそれぞれのお化け屋敷にまた行って、呪いを解消していくっていう、まあ、展開になるのかな。上と下でまあ違うんで、どういったね話のね分かれ方するのかも楽しみでございますけども、はい、ということで、仮面クロワサハロウィンナイトイベント実況パート1でございました。はい、ちょっとね寝起きでございました。ちょっと鼻もねちょっとムズムズし、ぐじゅ、鼻がぐじゅぐじゅなんでね、ちょっと鼻声になっておりますが、ちょっとご了承いただけたらなと思います。はい、それでは実況終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。